好きな映画を3本教えていただけますか。ああ最近なんだろう、時期によっていろいろだな。あでもまあ、私そんな詳しくないんですけど、たけしの映画でブラザーかな、なんかそれ見た時すごい感動したのが超リズムだなと思って、なんかこうふわーんってなってカカカカカってなってふわーんってなるみたいな、すごい音楽だなって思って、それとかすごい感動しましたね。殴られる瞬間のポッ、将棋の駒がポッ、血がポタッパンみたいな、なんかそれとかもすごいリズムを感じたし、それとかすごい感動しましたね。あとはなんだろう、猿の惑星大好きですね。あとはなんか忘れてないかな私。え？あ、ボブスレーのやつ、あれなんだっけ？あれ、あのボブスレーのやつ。クールランニングです。そう！あれこの間久々に見て、間違いなさすぎてびっくりしましたね。クールランニング。あれは間違いなさすぎました。はい。あとバックトゥザフューチャーも好きですね。あ、3本でしたね。はい。何が間違いなさすぎたんですか？なんだっけ？なんだっけ、何が、私語ってたよねめっちゃ、すげえ語ってたよね私。ヤングジェネレーションと似てるって話。ああ、そう。ヤングジェネレーションと似てると思った。ヤングジェネレーションも大好きです私。だからそのボブスレーがいわゆるヒップホップに置き換えられると思ったんですよね。そのあのメンバーがボブスレーに対する思いがヒップホップに置き換えられるし、まあ、誰かにとってのその熱量のある何かに置き換えられて、すっごい感動したんですよね。うん。